おはようございます。朝から絡んでおりますね。お父さんお仕事終わって今ね顔洗ってるの。珍しいでしょ、朝シャワーしないで。夕方ねお風呂入るから。今日は朝はシャワーしないんだって。お仕事も終わってこれから活動開始ですね。とにかくここで寝てます。おはよう、何かすごいわだわだですけど、のんびりしててね。ただいま11時40分です。これからコスコとウォルマートかなに行ってお買い物してこようと思います。行ってきます。うまくぶりしたなとさんね。ウォルマート着きました。ストレージボックスね買ってこようと思ってます。コスコ来ました。買い物してきます。帰ってきました。ポリってなんかしてる、歌歌っちゃってるし、お父さんとコスコで、まあ、あまりもう食料品はと思ったんですけど、マッシュルームと芽キャベツとパワーグリーンズだけ買って、あとまあお水と洗剤と、あの食器棚とかに引くねシートを買いました。それからウォルマートで大きいショーケースを買ってきたので、ガレージのものとかね入れようと思ってます。お父さんちょっと休憩してからどんどんまたねお片付けしようと思います。とりあえずいろいろもうゴミ捨て始めました。お父さんこれいらないんだってということで、ちょっとこの子たちお外出てるけど、お家の中いてもらってガツガツやっていきましょう。危ないからね。まあとりあえずなんとか持っていくように詰めて、靴とかは詰めて、まあバラのものはまた別なので、ガレージはとりあえず見えたからこれで終わりにしてお散歩行こうかなと思ってます。4時ぐらいに散歩出れたらいいねっていう話してて、今4時半ぐらいなので、まあ、ちゃちゃっとですね、ボール遊びしてきましょうね。暑いけどね、ちょっとだけね行ってきましょう。それでは行ってきます。アスレチックパーク着きました。アポミコ早いですね、お仕事ね。ここにばっかあります。ではねボール遊びしましょう。休憩らしい。サウもねボール遊びね 100% 覚えたからね、楽しそうですよ。超楽しそう。追いかけて走ってひしひし。あれボールスイッチしちゃってんじゃん、サブちゃん。サブちゃん小さい方持っといで、ボールちゃん。そうそう、そっちそっち。サブちゃんすごい、ずっとやってる。ポメは休憩ね。休憩分かってるからね、動かないしね。お利口ポメちゃん。サブちゃん帰り上手だな。どうじょって言ってるよ、お父さんに。あ、ポミ行っちゃった。ないって言ってる。うちらさ、慌てすぎてさ、バックヤード用のサンダル2人とも履いてきちゃったの。もう履き替えてこなかったんだよ。でもこれ300円300円もした？3ドルだよ。ダイソーで買ってきたけど、そんなしたかな。歌もおしまいでいいですか？うん、そうだね、暑いしね、持ち帰れたよ。お父さん今日すごいじゃん、一発で全員分取れたじゃん。余裕で。ちょっと取られちょっとサブちゃんのが上手だったよ。またねボールしに来ようね。サブちゃんお水飲まなくていいの？さっき飲んだ。ダメ。サブちゃんお水は？サブちゃんいいの？ボールないもん。サブちゃんいいの？なんじゃこれ。お水は？サブちゃんもうボールないんだよ。じゃあお家帰りましょう。サブちゃんおいで、お家帰るよ。ねねしよう、お家帰ってね。だな。車行くかな、ちゃんと向こう行かないかな。帰ってきました。この子たちにはゆっくりしていてもらって、お父さんは今からお風呂で、私はご飯の支度をしようと思っております。お父さん準備終わったみたいですね。ご飯作って待っておりました。今日はちょっとあんま見た目良くないんだけど、全盛りしちゃったから、ブレストのピカタとコーンスープと適当なサラダと、そしてこれはこの前トレーダージョーズで買ってきて冷凍のクロワッサンですね、になるので、まあパンはまだあるからね、とりあえずこちらですね、食べていきましょう。取り皿にちゃんと取りなさいね、お父さんは。よかった、そのクロワッサン。うん、うん、分かった。じゃあまた買ってこよう。
それではいただきます。チキンうまいの、うん、よかったです。ありがとう、食べましょう。それでは7時前なので出発しました。お父さん運転してくれるっていうことなので、帰り運転して帰ってこようと思います。行ってきます。空港着いた。お父さん荷物を下ろした。じゃあ行ってらっしゃい、気をつけてね。はい、はい、じゃあね、おやすみ、はい、気をつけてね。またね、連絡してね。はい、お家帰ってきました。もみくんを迎えに来てくれてたんだけど、今7時50分なので、これから昨日のビデオ編集して、まあとりあえずお風呂間に挟むかもしれないけど、編集したいビデオをねどんどんね編集しようと思っております。それでね、終了次第寝ようかなと思ってます。何かおやすみ。もう出てきちゃいましたわ。早いですね今日は。おー、なんか声出してるけど、サニクと。なんかいろんなブランケットがね、ザックバランに置かれてて、めっちゃ出てるんですね。お嬢、この中で寝てた。自分でね、綿出したからね、まあいっかみたいな感じで、この中でね、もふもふになりながら寝てたんですけど、出てくるときに飛び散らかしまして、すごいことになっておりますが。サニク出てきたの？サニク、お父さんにお留守番リーダーよろしくねって言われてたじゃん。うん、よろしくね。大変だよね。サミちゃんがね、サニクをしょぼしょぼしてるとね、ポミくんも来て一緒に追いかけっこなるもんね。最近ね、すごいよね、みんなでね、大変だよね。楽しいのか。まあでもサニも遊びたい時はなんていうの、こうすれ違いざまにサムちゃんにこう急にチャイしたりとかして遊ぼうって言ってちょっかい出すんだよね。サニくんはね、遊びたがりなんですね。でもお父さんのいない間はリーダーだから、みんなのリーダーだからね、しっかりしてんだよね。すごいしっかりしてんだ、あなた。ちゃんとお家のパトロールして、見て回ってね。みんなが寝たかもちゃんとね、チェックしてね。親便なんだよね。お父さんね、今日と明日泊まってくるから。そしたら帰ってくるからね。よろしくお願いしますね。まだにか今日も一日ありがとね。ゆっくり寝にしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。とにかくぽい。おやーちゅみくぽい。おやーちゅみ。ボミク、おやすみ。今日ここで寝寝するの？藤子連続ベッドの下で寝してたじゃん。朝ね、ママとお父さんを切ると、ベッドの下からのびしながら出てきて、おはよう言うんだよね。それで、お部屋出てって、ゲート開いたら、トン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 って走っと出てくんだよね。かわいい肉球。ほいくん、今日もボール遊びしたじゃん、おとにゃんと。暑かったね。暑かったからちょっとしかしなかったけどね。でもポミ最高に楽しかったね。超ご機嫌者だったもんね。ポミちゃんすごくお利口者だからさ、サムちゃんとさ、自分のさ、ボール違うの知ってるからさ、サムちゃんのボール取らないもんね。お利口者だね。すごくお利口、ポミくんは。でもポミくんの用しないんだよね。大きいのがポミくんよって言うんだよね。ちゃんとポミくんにもサムちゃんにもルールがあって、一緒に遊んでても自分のだってのは分かってるから、とってもね上手に遊べましゅね。マリコシャです。お父さんね、ちゃんとポミクに今日からお出かけしてくるからね、お泊まりよって、お利口者待っててねってお話ししてくれてたじゃん。二人お利口でやんちゅよってお返事してましたけど、多肉と一緒にお家守ってねってお父さんに言われてたじゃん。急に動き始めたけど。お父さん二っちお泊まりしてくるからさ、コミ君よろしく頼みましゅね。もう眠いんだよね。今日もお片付けしたけど、明日もママお片付けするからさ、お手伝いよろしくお願いしましゅ。今日も一日ありがとね。ゆっくり寝寝してください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやにみ。ポミクくぽい。おやーちゅみくぽい。おやーちゅみ。お嬢定位置でまんまるしゃになってまーす。サムちゃんもおやーちゅみ。なんか尻尾がどこくっついてんのこれ尻尾。サムちゃん尻尾長いんだよね。チラ見してますけど、あたち寝寝してたのよって、おやすみ順番待ちもおりこしゃしてたわよって言ってますけど、サムちゃんも今日ボールしたじゃん。今日も行ったね。昨日も行ったんでしょ、父ちゃんと。ボール遊び最高にチュキね。サムニャね。もっともっとおチビの時はあんまり興味なかったけど、やっぱり飛んでるものとか動いてるもの、興味あるから、ボール遊びすごく楽しいみたいですね。お家の中でも取ってこいしたくてしょうがないから、いつも私におもちゃ持ってきて投げて投げてしてるので、もう、
とって声大好きですね、この子ね。タムちゃん、お父ちゃん、お泊まりちゃんしてくるよってタムちゃんにもお話ししてたけど、なんて言われてたか覚えてますか？谷くんとポミくんの言うこと聞いて、ポミくんの真似しなさいって言われたんでしょ？それしたらお利口者できるからねってお父ちゃんに言われたからね、タムちゃん頑張んないとね。でもタムちゃんが一番先頭でね、お家守ってんだよね。ここでわーわー言ってね、お騒ぎしてね、こっちから歩いてくる人がいたらこっからさ、ずっとこっちまで追いかけてて、わーわーわー泣くのね。もううるさいよって言うんだけど、ね、まあ、ここの先端のところまで手ついてさ、わーわー言ってんだけどさ、夢中になりすぎてさ、昨日ここから怒ってたしな。本当にもうでケロッとした顔して戻ってきてたけど、まあタムちゃんはほんと元気でしゅ。お父ちゃん帰ってくるまでね、ちゃんとトニクとポミクの言うこと聞いてお利口にしてお留守番してましょうね。じゃあタムちゃんも今日一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやーちゅみおやーちゅみおやーちゅみタムちゃんくベイビーおやーちゅみくベイビーおやーちゅみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま1時になります。お父さんはね、今回もワンストップで、まあまた朝方現地に着いて、そのまま仕事になるみたいなんですけど、まあきっと目的地着いたらね、一回連絡が入るんじゃないかなとは思っております。私はね、お家帰ってきてからもずっと編集してて、昨日のビデオと今日のビデオの途中まで座りのビデオ1本あったので、編集終わらせてからお風呂に入りました。その間、まあサニクはずっと寝てたでしょ。ポミ君もね、寝てるか、まあ、ちょっとうろうろしてたり遊んでたりしてて、でサムちゃんは一人遊びもするんだけど、基本的には誰かと遊びたいのね。サニクにちょっとちょっかい出してみたり、ポミにちょっかい出してみたりとかしてて、で相手にしてもらえないとポトッと寝たりして、彼女よく分かってるから、私がパソコン向かって手を動かしてる時はね、遊べないっていうのが分かってるんですよね。だけどチェック始めると手が空くっていうのも分かってて、チェックし始めるとスーッとおもちゃ持って寄ってきて、私が座ってるね椅子のとこにポンっておもちゃ置いて、お手手空いてるでしょって引っ張り合いっこしよう、これ投げてって言って持ってきて、なので私はこう画面見てチェックしながらこうやって引っ張り合いっこしたり、おもちゃ投げたりしながら遊んで、でまた手を動かし始めると OK みたいな感じになって、スーッとねベッド入ってね寝ておりました。今日はですね、ガレージ整理整頓してゴミね全部入るかなって思ってたんだけど、きちんとねトラッシュカーに入ったので、あ、よかったなと思ってるんですが、まあ、ガツガツ出て、で持っていくものは買ってきたストレージボックスに入れて、まあそのままね収納できるように何が入ってるよとか書いて貼って、1個の重さをねあんまり重くしないようにして、新しいお家ガレージの車止めてるところの1個上にストレージ作ってあって、1段ね、そこにねいっぱいいろんなものを入れられそうなんですよね。スツールとかも置いてあったから結構高さもあるので、まあ上に持ち上げるっていうことも考えて、あんまり重くするとねやっぱり大変になるからっていうことで、そんなに大きくないストレージボックスに私が一人でも持ち上げられる重さまでっていうので入れてって荷造りしまして、10個ねストレージボックス買ってきたんだけど、3つかな余ったので、それはねまたこのお家の中にあるものでガレージにしまっておこうかなって思うもの、普段あんまり使ってないからっていうの、そういうのを入れようかなと思っております。あとね別にもうちょっとちっちゃいストレージボックスを買ってあるんですけれども、それにはね CD とか本とか DVD とかそういうものを入れて、それもねガレージに置こうかなと思ってて、最近全然そういうものも手に取らなくなったから、お父さんたまにね思い出して CD 出してきてクラシック聴いてたりとかするけど、まあ本当にたまにだから、 CD ラックにね全部並べてあるんだけど、その CD ラックももうね、新しいお家行ったら CD 入れないで飾り棚にするか、もしくは使わないようだったら処分してもいいかなとも思ってるんだけど、とにかく私あんまりね物をね置いておきたくない人なんです。実際のお家のお飾りとかもしたいんだけど、それよりもない方が好きで、シンプルなのがいいんだけど、一番の理由はねお掃除が大変になるからっていうことなんだけど、であとはまあもちろん部屋数も減るし、全体的にやっぱりコンパクトになるので、できる限りね空間も広く使いたいからと思っておりますので、まあできる限り普段使わないものはねガレージにしまっておきたいなと思って、段ボールに入れてねしまっておくよりは
そういうプラスチックのねストレージボックス入れといた方のがいいかなと思って、で今回ねお父さんにね相談してねいくつか購入したんですけど、もうねそのボックスも届いてるからもうガツガツ入れていけばいいだけなので、まあちょっと足りるかなとは思ってるんだけど、今日買ってきたやつもね3つ余ったから、まあ、お父さんが出張に行っている間にね少しでもね進められればいいかなと思っております。明日はVlogお休みさせていただこうと思っております。今アップロードをしてるんですけれども、使い切りのビデオをですねスケジューリング組もうと思っておりますので、またねちょっと30分超えてしまってで長いと思ったんだけど、このお家で撮った最後の座りのビデオにもなると思いますので、ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。